お待ちしてました。わざわざありがとうございます。実は少しご相談がありまして、ギルド管理協会として昨年の活動記録をまとめる必要があるんですが、調査員としてお手伝いいただける方を探しているんです。数多くの方々にご協力いただく必要があるので、面識の広いあなたにぜひともお願いできればと思うんですが、いかがでしょう。ありがとうございます。それではこちらが巡っていただきたい各地のリストです。あなたは現地にいる皆さんから報告書の入った封筒を受け取ってきてください。とっておきの報酬も用意していますので、頑張ってくださいね。それでは実りある報告をお待ちしています。行っちゃったみたいですね。主様、どうかご無事をお祈りしております。そんな大げさなことでもないでしょう。根性の別れじゃあるまいし、いや、あいつのドジっぷりならちょっと不安になるわね。それでカリンさん、彼に秘密にしてまで私たちにお願いしたいことっていうのは。はい、美食殿の皆さんにお願いしたいのは。なるほど、それは妙案ですね。というわけで、この件に関してはまだご内密にお願いしますね。それならば主様に知られるわけにはいきませんね。ガイド役としてお蕎麦を離れるのは心苦しいですが。それにしてもこれってものすごい量になるんじゃないかしら。ちゃんと計画を立てて進めないと。それに関してはバッチリですから、安心してください。みんなで頑張ればきっとすぐ終わっちゃいますよ。せっかくだから全力でやってやろうじゃない。あいつのことあっと驚かせてやるんだから。それじゃあこれまでとこれから計画スタートです。